はい、どうも、だらゆげです。今日も相場分析やっていきたいと思います。今日はビットコイン、リップル、イーサリアム、OMG コイン、リンク、そしてポルカドットの方をやっていきたいと思います。今日はですね、今直近で少し上げてきているっていう感じになっていて、であとリップルが跳ねましたね。リップルが昨日ですね、結構来るんじゃないかなと、テロップの方にも僕書いてたと思うんですけども、まあ結構どちらかというと反発が強めだったんですね。そこから結構上げてきたということで、その辺も、考察していきたいと思います。今日は記事を2つほど取り上げてから、相場分析いきます。まずはですねはい、イーサリアムの創設者、ブデリン氏、アルゼンチン元大統領と対話という記事です。暗号資産イーサリアムの共同設立者の一人で、ある、ビタリック、ブデリン氏は18日南米アルゼンチンの、マウリシオ、マクリ元大統領と対談したことが分かった。マクリ氏は、2015年から4年間にわたりアルゼンチンの大統領を歴任した人物。イーサリアムについてツイッターの、514万フォロワーに対して最も革新的な分散化技術の一つと、形容した。またイーサリアムについて最も価値が高い暗号資産の一つと説明し、国家における仮想通貨とブロックチェーン技術の役割について意見を交わした。アルゼンチンの歴史ではたびたび深刻な債務、通貨危機が発生、過去9回にわたる国のデフォルトに、陥っている。そのため自国通貨のインフレに従いビットコインをはじめとする仮想通貨相場への参入を後押しし、資産保護目的での購入が相次いでいると指摘もある。また安価な電力代を誇る同国では仮想通貨のマイニング事業を、展開地としても白馬の矢が立ったということで、まあこのブデリン氏すごいですね。若い時から、中国とかにね、ま、あの自分で回って、このイーサリアムというものをねここまで、拡大してきたという経緯があります。でアルゼンチンに関してはですね、エルサルバドルが、ビットコインをね法定通貨にした時に、今後、それをね同じように法定通貨にするんではないかっていうその候補の中にもですねアルゼンチンが入ってたりとですね、結構そういう記事があったりしましたので、まあ、今回のこのイーサリアムのこの対談、ブデリン氏との対談もですね、まあ結構今後にね影響するような国家を挙げての、仮想通貨への参入っていうのも、期待できるというふうな形になっているかというふうに思います。はい。でもう一つの記事がですね、結構日本人は結構影響してるんじゃないかなと思っていて、ポルカドットの国産、アスターなどの、5つの、パラチェーンが、稼働開始、本格運用始まるという記事です。異なるブロックチェーンの、ブロックチェーン間の相互運用性向上を目指すポルカドットは18日第1弾パラチェーンオークションが全て終了し、枠を勝ち取った5つのプロジェクトがブロックの生成を始めたと発表した。パラチェーンの始動によってポルカドットの本格運用が、開始された形だ。オークションで選ばれ、稼働を始めたのは、5つのパラチェーンとなるアスタ、ムーン、ビームかな、アカラ、ムーンビーム、アスタ、パラレルファイナンスかでクローバーですねと呼ばれるスロットと呼ばれる、パラチェーンの枠は100個に限定されており、これを勝ち取るためには一定、期間内によるより多くのポルカドットトークンを獲得する必要があった。オークションの期間中に5つのプロジェクトは時価、24億ドル、約2700億円相当に、する合計の、9900万ドットを、集めたと。落札したプロジェクトは96週間の間パラチェーンの枠を借りることになる。日本初の パブリックチェーンアスター、ネットワークも、枠を獲得したということで、この分散型この、ドットの世界観システムである、このシステムにですね、日本の、このアスターネットワークですかね、アスターネットワークという企業が
ここに参入できると、そこのね、枠を勝ち取ったということで、まあ、今後にねちょっと期待できるね日本の、日本としてはいい記事だというふうに思います。でこのポルカドットはですね、まあ、余談ではあるんですけど、このポルカドットのマーク、ここにはちょっとないですけども、あこっちにあるか、あないな、あないですけども、まあ、ちょっと皆さんで見てもらいたいんですけど、ポルカドットの、マーク、ドットっていうのはドット柄、点々模様ですよね。でこの点々模様がですね、ちょっとド忘れしたんですけど、日本の、そういうね、アーティストがいるんですね。そのドット絵をモチーフとした作品をいろいろとね作り上げているあのアーティストがいるんですけども、その人に影響されてされたんではないかというふうに言われております。はい。そういったところでも、まあ、日本とはちょっとね、影響が、まあ、少しなりともあるような、この通貨にもなっているということで、今回のこの、ファンダはねまあまあ、ポジティブな内容になっているかと思います。ということで、まあ、価格にね、影響するかどうかっていうところはさておき、まあ、どっちにもしてもですね、今、ポルカドットっていうのは、まあ、ちょっと、見せ場のをね、作りそうな場面に来ておりますので、そういったところも含めてね、後で、相場分析やっていきたいと思います。まあ、内容としてはわかりますかね。まあ、分散型金融なんで分散するんですよ、簡単に言えば。そこの枠をどこの企業とか、どこの国が、所有するかというので、オークションがあるわけですね。はい。そのオークションの5つのうちの1つに日本の、そういうね、ブロックチェーン、企業がそこに、まあ、決まったということで、まあ、話題になっておるという話です。はい。で、イーサリアムのバンスです。もう計算しておりますけども、一応、バンされている個数としては、128,194 イーサリアム。そして日本円に直すと、5465億ということで、まあ、5500億ですね、ぐらいは前後しているような形です、今ね。価格が上がったり下がったりすることによって前後している。まあ、前後しつつもですね、バーン数っていうのが着実に増えてますので、まあ、いずれは上にね、向かっていくとは思いますけども、そういった形になっているということです。はい。ということで、まあ、ビットコインから、解説していきたいんですけども、まずは1時間足ですね。1時間足、この下降ラインがあって、で、さらに小さなこの下降ラインを形成している。で、先端部分が12月の29日ということで、今年いっぱいは燃やつく可能性があるというふうに思っております。今から上がってきてもですね、568万とかですね、この辺が上値を重くするというふうになりますし、横軸で見たら1段階、2段階、3段階というふうに、まあ、この山をね、下ってきましたので、下った山はまた登って、到達して、また登れるかというね、そこの、壁にぶち当たるというふうになりますので、まあ価格としましては590万、576万、564万というふうに、まあ、段階的に横軸で、レジスタンスされそうなラインがあると。で、さらにこの上値が重くしているこの下降ラインがありますので、まあ、どちらかというと、まあ、年内にここをぶち上げるというよりは、年内中はね、上がったり下がったりこの枠内でしつつ、年明けを迎えて一旦下がる、一旦下を試してから上を目指すみたいなね、そういった展開になるんじゃなかろうかと思います。いろんな指標が出ておりますけども、いろんな指標で、まあ、どちらかというと、これから上がってもおかしくなかろうかというような指標が、ものすごくね、いろんなところで言われておりますし、まあ、僕もいろんな YouTuber 見てみたところ、まあ、そういったね、判断をしている人、結構いると思います。ですので、ただですね、まあ、そういう判断になるのは、もう、まあ、なるんですけども、もちろん下げてきた時のことも考えなくちゃいけないわけですよ。で、今、ここのね、底根を強くしているこの520万ラインですよね、ここ。ここを割った時だけは、まあ、とりあえず一旦ね、目線としては、追っていかないといけないというふうになっております。で、次、ここから下げてきたら、もちろんですね、この432万のこのラインっていうところは意識されると思いますので、ここでね、買い支えられるかという展開を見といた方がいいと思います。ここまで落ちてきたらですね、
ここまでずるずると落ちてきたら、今度また一旦上げると思います。ただしここがまあ肝になってくるんですけども、上げてこの最高値をね超えることができなかった場合は、大きな三尊天井ですね、こう三尊天井を形成して、強い下落に向かう可能性があります。ですのでここは一つ、しっかりと見といた方がいいポイントではあるというふうに思っております。そして直近で言えばですね、こういうダブルトップの形にもなるというふうになっております。ここのねダブルトップのここのね、520万ラインを下抜けずに買いとどまったら、買い支えられたら、ここで買い支えられたら逆に上を目指しやすいというふうになってくるというふうに思います。それはまあ見てわかる通りダブルボトムですね。はい、これを期待していくということになりますので、まあ一応そういう目線でね、大まかな目線としてはですね、そういうふうに見といて、それをどうそれるのか、どっちに向かっていくのかっていうところを、チャートで見といたらいいかなというふうに思います。そして、先ほども言った通り1時間足レベルで言うと、やはりこの下降ラインというものがありますので、そこを上抜けするかどうかというところは、まあ年内中にね行くかどうかっていうのはそうなんですけども、まあおそらく行かないと僕はね思ってるんですが、行ったとしたら結構跳ねると思いますよ、もちろん。年内っていうか、まあその年末年始はちょっともやつくと思うんですけども、ここをね年内中に抜いてたら、年明けて一旦調整してから上をかなりね目指していくと思うんですが、まあそういうそれはねまあいいパターンですよね。よくいいパターンとしてはそれがあるんですけども、どちらかというともやつい、今からクリスマスとかも挟みますので、もやついて、ちょっと値動きがまああのボラティリティが下がっていって、パワーをねチクチクと貯めて、そして先端部分でどっちかに跳ねるみたいなね、そういった展開の方がまあ今の相場としてはそうなりやすいのかなというふうに僕はね思って見ております。まあただいよいよね、一旦の反発はあってもいいかなというふうに思っております。抜ける場ではいかなくても一旦上を目指すような展開というのはまあ来てもおかしくないというふうに思いますので、まあ、今買っていけるかというと、今この底値がですね、520万円のこのラインというところを今横横しておりますので、まあ、結構ここは買い場になってくるんじゃなかろうかと思います。逆に損切りラインとしてもこの520万円ラインというのはかなり設定しやすい場所ではあるというふうに思いますので、まあここをねどっちに行くか見てから後出しじゃんけん方式で入ってもいいんですけども、まあ長期ロングでね、そこねをついたところで買っていきたいなという方は、まあ今から買っていってもいいのかなというふうに思います。長調短期で見たらですね、直近では少しだけ今また上げてきております。でまあ陰線に少しなってるんですけども、まあここからもうちょっとね上げる可能性もありますし、まあ一旦調整した後にまた横つくみたいなね、そういう展開もありますので、まあその辺は、加味して、一応戦略としてはそう短期的なね戦略としては構築していた方がいいのかなというふうに思います。はい、じゃあ続きまして、リップルちゃんが、フルボッキーということで、まあ、昨日のね僕の動画でこのね下降ラインがあって、この下降ラインをですね、あちょっと見にくいのでちょっともう一回しましょうか。昨日の動画でね僕がね話したんですけども、まあ、この下降ラインをですねトップをつけてからのこの下降ラインですね、ここを抜けたら一旦跳ねるんちゃうかっていうふうに言っておりました。で、ここのねダブルボトムですね、ダブルボトムのこのネックラインを抜けたら跳ねるよと言ってたんです。ここのねダブルボトムを形成していると、ここを抜けてなおかつこの下降ラインも抜けた時に、跳ねるんちゃう、一旦跳ねる場面が出てくるよというふうに言っておりました。で見事、このダブルボトムの、このネックラインをこれね見てわかりますよね、ここを抜いたと同時にストーンと一旦上げたんですね。はい、でこれ4時間足レベルでしっかり大陽線で残してますので、まあ、結構これはねいい形で終わったというふうに見ていいかなというふうに思います。ただリップルはね下げも結構でかいので、今この陰線がどこで終わるか、もしくは陽線に変わって終わるのかっていうところは見どころになりますので、まあ、これがもう一度陽線に変わってね上がるようなタイミングですと、上を目指していけるんですけども、今買っていけるのかというと買わない方がいいかなというふうに思います。なぜならば
ここにねダブルボトムがあるんですけども、大きくね、見たら、大きく見たらですよ、まあ、日足ぐらいにしたら分かりやすいかな、はい、日足ぐらいにしたら分かりやすいかなとは思うんですけども、このここにもダブルボトムをこう描いてるんですよ。こういうダブルボトムですね。このダブルボトムのネックラインがもうすぐ上の方にあるんですね。今、202円ぐらいなんですけども、このダブルボトムのネックラインっていうのが106円付近なんですね、ここね。って考えたら、今だとちょっと高値掴みになってしまって、少し上がるかもしれないんですけども、またね、レジスタンス聞いて、ちょっと一旦深掘るみたいなね、展開になりやすいというふうに思いますので、今、押し目作って、もう一回試して、一回で抜ければいいんですけども、抜けきれず、またもやつく。で、なかなか抜けきれないってことで、下をまた試す、みたいなね。そういう展開がありますので、今はちょっと買うのはお勧めしません。もうこんだけ上がりきってますし、RSI もこんだけね、こう、飛び抜けてきておる、買われすぎ水準をね、もうぶち抜いておりますので、一旦調整をして、まあ、ちょいちょい深めのね、調整をしたところで、押し目買いをした方が、安定的にいけるのかなと思いますので、まあ、今はちょっと様子見段階でいけばいいと思います。まあ、ただ、まあ、この、相場としてはですね、悪い動きではなくて、いい感じの動きになっているというふうに思います。で、僕はですね、相場分析では今日はやらないんですけども、ステラですね。ステラルーメン。ステラルーメンが、まあ、プラス 2% ぐらい上がってきてるんですけども、リップルが上げたらですね、ステラもね、兄弟分ですので、こちらの方もまたね、上げやすいというふうに思いますので、まあ、その辺もね、一個動きとしては見といた方がいいのかなというふうに思います。はい。まあ、そんな感じですね。まあ、リップルはこんだけ上がってね、浮かれることはしない方がいいと思います。全戻し結構ありますので、リップルの性格上。まあ、僕はリップルは結構ね、見てきたので、よくわかってるつもりなんで、結構上げたらですね、おおと思うんですけども、その分一気にね、売り叩かれるっていうこと結構あるんですね。はい。で、今回の実体セレブで残したのは、好印象なんですけども、次のローソク足がものすごく重要で、今陰線になっているので、ものすごく今注視しておいた方がいいかなという場面です。はい、じゃあ続きましてイーサリアムです。イーサリアムはこの上昇トレンド上を未だに推移していて、まあ、短期的なこの三角持ち合いの中を推移していると。で、横軸で見たときに、この44万2000円のこのラインっていうところが、まあ結構ね、効いてるわけですよ。まあこの辺サポートされていたり、ここも実体線レベルでサポート、レジスタンス、レジスタンス、サポートみたいなね。で、もう直近の今ぐらいで見ると、ものすごくここがね、サポートラインとして効いてるのがわかると思います。まあ、いつ落ちてもストーンと落ちてもおかしくないんですけど、落ちたら、このサポートラインを抜けることになるので、まあ、一旦ここのね、加減タッチぐらいまでは落ちる可能性は一つ見とかなきゃいけないというふうに思っております。ただ、ここで買い支えられるようであればですね、また上を一旦目指して、上限タッチぐらいまで、今だと46万9000円ですね、ぐらいまでは跳ねる可能性はあるかなというふうに思います。これ跳ねたらですね、やはりこのダブルボトムのネックラインがありますので、ここを抜けたら成立ですので、このダブルボトムのこの形成をしっかりするのか、っていうところは今見といた方がいいと思います。で、これも好材料なんですけども、4時間足レベルで見たらですよ、4時間足レベルで見たら、まあ、ちょっと汚いですけど、こういうね、逆三尊ですね。逆三尊天井を描いているようにも見えるんですね。はい。ですので、これを抜けるためにはですね、やはりネックラインというのは47万3000円付近になりますので、この47万3000円付近を上抜けたらですね、いよいよ最高値とかですね、まあ、その、難関、難所はね、いくつもあるんですけども、まあ、この、最高値を目指す切符っていうのは手にするんじゃなかろうかなというふうに思います。はい。まあ、この相場の見方としてはですね、一旦こういう感じなんですけども、じゃあ今買っていけるのかっていう話なんですね。はい。今買っていけるかどうかって言われたら、まあ、今この下げ止まっている場所っていうのがですね、先ほども言った通り、この実体線レベルで、ここですね。この辺なんですけども、
まあ、実体セレムでサポートレジサポとかね、されてる場所じゃないですか。だからここをしっかりと押し目を作って少し反発の兆しを見せて、直近の最高値45万8000円も抜いてきたっていう形になると、ちょっと買い圧が集まってくるような流れができてくると思います。空気感が少し変わって、どっちかというと、ああ上げていく、ここでね底ついて上げてくるなみたいなね、そういう雰囲気にはなってくると思いますので、今買っとくっていうのはものすごく僕はねいいんじゃなかろうかなというふうに思います。はい、結構下げ切ってで、まあ、横横しているとこなんで、買っていけるかなというふうに思います。まあもちろんね、今っていうよりはもうちょっと横横して、押し目をつけているっていうのを確認してからの方がいいので、そこはねしっかり見といた方がいいと思います。でもちろん懸念材料もあるんですね。懸念材料はどこかというと、まあこの辺はね下髭がね長かったですよ。昨日も僕動画で説明したんですけど、どちらかというと下髭が長くて、結構好印象だと。だからどちらかというと一旦跳ねる可能性あるよと言って、昨日動画で終わったんですけども、まあ実際にこんだけね一旦トップとしては45万9千円ぐらいまで跳ねてきた、という経緯があります。ただ今のこの場面を見ると どう見てもですね、上髭の方が長いんですよね。これね、こっちも長い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 っていう形になっておりますので、まあこれだとちょっと売り圧の方もちょっとね強いというふうに感じて、一旦下を試す場面も出てくるかというふうに思いますので、まあそれは一つ懸念材料のとしてはね見とかなくちゃいけない。で下げてきたらダブルボトムですね。でこのダブルボトムの上げを期待するのであれば、この42万のこのライン、ここより下に行かないことをよく注視して見といた方がいいと思います。これよりも下に行ったら、このダブルボトムは不成立。ここで買い支えられてまた上げるような、場面を見せてきたら、このダブルボトムが、これがね成立していく可能性がぐぐぐっと、高まるというふうになりますので、まあ、その辺はしっかりとね、チャートを見といてください。はい、じゃあ続きまして OMG コインです。OMG コインはこの三角持ち合いですね。この三角持ち合いの中を形成していて、まあ、ここをね這いつくばるようなこの上昇トレンドになっているという形です。で先端部分が、12月の25日ですので、まあもう月末付近ですよね。で上値を重くしているラインが、ここですね、850円付近、っていうところです。まあ、ここは何かというと、まあ、ここでサポートレジスタンスみたいなね、でこっちの方に行くと横横で結構、効いてたりもします。ですので、まあ、ここを上抜けないことにはですね、まあ、この OMG に関してはなかなか厳しいぞというふうになると思いますので、まあ、一応この三角持ち合いの中でどっちに動くかっていうところを直近では見とけばいいと思います。短期的にね、この直近的にこう見るべき横軸としては、このね、764円。まあ、ここは2回試してるんですよね。ここは2回、まあ、こっちも含めたら3回なんですよね、こうね。1回、2回、3回試して失敗していると。しかも、2回、3回目は、上髭をね、結構大きくつけてからの下落っていうところですので、まあ、これは一つの指標としてはですね、ここを抜けたら結構上がる。ね、また下げてきたらやっぱりダメなんかということで、一旦このね上昇トレンドを割る可能性も出てくるっていう風になりますので、まあ、この二極性というのは常にね考えの中に置いて判断した方がいいかなという風に思います。はい、まあそれぐらいですかね。まあイーサリアムは、OMG は、まあイーサリアムがですね、上げてきたらね、また上げてくる場面も見えてくると思うんですけども、単独で上げるような感じには今ねないのかなという風になっていると思います。はい、だから急がずに、まあ、とにかく、決定的な指標を出してから、そこから戦略構築しても全然遅くないのかなと思いますので、まあ、その辺は参考にしていただけたらという風に思います。はい、はい、じゃあ続きましてリンクですね。リンクは1時間足で見たいんですけども、はい、リンクもこの三角持ち合いの中を形成しております。一度ここでね騙し上げみたいな形でストンと上げてストンと下がってきたんですけども、まあそれからはですね、下がってきてからの一旦この下降ラインを上抜けし、下がって、押し目を作って2218円付近ですね。で押し目を作ってもう一回上を試したんですよ。
もう一回上を試したんですけども、そこでこの下降ラインを抜けることができず、ちょうどこの下降ラインに上限タッチで売り叩かれて続落してきているっていう現状があります。じゃあこれをどう見るのかということなんですけども、ここでまず1個考えるのは、直近のこの下降ライン、直近でできているこの下降ラインをまずは抜けるかどうか、そしてここを抜けたらまた挑戦権としてここのね下降ラインを目指していくんですが、まあ、もう一回こう試してダメだったってなるとちょっと悲観が走ると思います。ぶち当たってさちょっと下げてくるっていうことは、大きめに見たら、まあ、これを見たらわかると思うんですけども、こういうのがあってね、で上がってくるんだけども、ダメだったというふうに感じになるのであれば、まあ、見ての通り三尊天井っていうことになります。三尊天井のネックラインは一応ね、デフォではこの2100円のとこなんですけども、まあ、そのちょっと上の、2137円のこのラインも結構見といた方がいいかなというふうに思います。ここまで下掘らずに、また跳ね返すようなね強い上昇波が来るのであれば、まあ、結構いいんですけども、まあ、今のところ見てて、まあ、そこまでの威力っていうよりは、まあ、このね、なだらかに続くこの切り下げと、ここから続くこの底根から続くこの上昇トレンドですね、はい、この2つのラインに守られて、上根も底根も守られるって言い方おかしいですね、上根を重くしたり底根を強くね、底固めされたりとかですね、そういう風な形で横していくんじゃなかろうかなというふうに思いますので、まあ、買い場としてはですね、まあ、今買っていくのはまあいいのかなと思います。ここで買って次の損切りラインっていうのは、もうここのね、直近の最安値が、まあ、2023円付近です、はい、ですので、まあ、ここぐらいまでの下落はまあもちろんここをね割ってきたらですよ、割ってきたら直近の最安値までは、警戒しなくちゃいけないと、こんだけの幅ねなりますので、そこはまあ一旦損切りして一旦逃げた方がいいかなというふうに思います。はい、まあそんな感じですかね。まあ切り下げで来ていて、 RSI も、そこ売られすぎて買われすぎてを繰り返しながら来ているという形になっております。はい、じゃあ続きまして、ポルカドットですね。はい、ポルカドットですね。ポルカドットは、まあ、前回伝えた通り、この平行チャンネル。はい、平行チャ上昇の平行チャンネルの中を、こうやってね、当たりつつ、こうやって進んできているという形になっております。そして、時間をちょっと細かく見てみると、この下降ラインですよね。この平行チャンネルの上限タッチしてから、ずるずるとずっと下がってきているわけですよ。で、まあ、ちょうどねそこにビタビタに効きながらこうやってね下がってきてるんですけども、いよいよこのセンター部分、まあ、この黄色の線のはですね、ちょっとここの山から引かれる下降ラインなんですけども、まあ、こっちよりもですねちょっとどかしますね、この青の方ですね、ここの直近の最高値から引かれるこの下降ライン、こっちの方がまあビタビタに効いてくるんじゃなかろうかと思っていて、そこではもちろんもう 24.3ドルですかね、それぐらいなんですけども、ここの直近が、時間で言うとですね、大体23日ぐらいですかね、ぐらいにどちらかに抜けるかという指標が出ます。はい。あと3日後ぐらいですね。はい。で、今回のポルカドットは記事のニュースにもありました、本格始動するというふうな発言も あるので、僕はどちらかというと上抜けする可能性があるかなと思っております。もちろんビットコインやイーサリアムが下げてきたりすると釣られて下げる可能性はありますけども、まあ、このファンダ的にはですね、まず、まあ、根拠の位置としてはですね、このアセトラですよね。アセトラじゃない、すいません、間違えました。ディセトラですよね。ディセトラの、で基本は上げなんですね。はい。で、もう一つはファンダですね。本格始動したというそのファンダが出てきている。そしてボラティリティがものすごく狭くなっているので、こう狭くなっているというときは、ストレスがかかるわけですね、投資家たちの、ストレスがかかる分どうなるかというと爆発するんですね、あいよいよか底固めできたぞと、下げもしないし上げもしない、でも下げもしないので底固めされている、じゃあここでここいらで買っとこうというふうな形になって、
この3、しかもこの三角持ち合いをみんな見てると思いますので、ここを少しでも抜いてきたというふうになると、実体戦レベルで残したら買いが集まってどんどん上を目指していくみたいなね、そういう、流れにはなる可能性が高いかなと思いますので、今ね仕込むっていうのはものすごくねいいんじゃないかなって僕は思っておりますよ。ものすごくちょっとねの上げも弱いのでちょっと下掘りそうなね怖さももちろんあるんですけども、仮にね下掘ってきたというふうになるのであればちょっと下にあるですねこの 22.68 ドルぐらいですかね、ラインで言うとここですね、ちょっと下の方にね一応ね買い支えられるポイントがあるんですよ。でここはダブルトップのネックラインとなったこの大きく下げた時の、サポートライン、そしてここでもサポートされている。ちょっと遠目で今ね、カメラでは見えないかもしれないですけども、そういったところで機能していて、なおかつ、ですね、この辺ですね。この辺では、上値を重くしたとかいう経緯もありますので、今下がってくるとなると、今の価格が 24.6 円ですよね。それが 22.65 ドルぐらいまで落ち込む可能性が出てくると。もちろんこれをね許容できるよと、損切り許容できるよという方は、22.6 ドルですかね、それぐらいまではね見ても、全然いいのかなと思います。そこまで落ちてからの、上昇みたいなね、よくあるパターンの騙し下げからの上昇みたいな、これは一つ、可能性としては、十分あるのかなと思いますので、やってみたい方はですね、そこまで待って買っていってみてください。だからですね、直近ではもうセンター部分がもうかなり迫ってきてますので、ちょっと爆上げしそうな、ね、感じもあるんですよね。ここまで調整をねじわじわと進めてきたという展開もありますし、高ファンダもね出てきておりますし、で日本人にとってもですねこれは関係ないかもしれませんけども、ものすごくいい結果ですね。日本企業が参入したという形になるといい結果ですので、そこら辺の鍛え上げというか、どちらかというと買い目線っていう風なね見方には変わってくるんちゃうかなという風に思っております。はい、ということで、今日もですね相場分析やってみました。ちょっと僕が喋っていてわからない点とかありましたらコメント欄、好きにね書いてもらって構いません。そして僕昨日も言いましたけれども、キフタウンですねの方を登録していただいたら、僕1万円ね良いお年を、迎えてほしいプロジェクトということで、たった1万円、今回はねちょっと実験でねやってみたかったんで、まずは1万円を1人に、配りたいと思います。その配る方法として、使いたいのがそのキフタウンというアプリになります。それを通るとですね僕だけじゃなくていろんな人のその寄付したい人からですね応募して抽選でお金を受け取るみたいなねそういったことができますので、僕のだけに限らずいろんな人のもできると、それはね、ワンチャン当たったらいいですよねっていう感じで、そういう抽選でね選ばれる可能性があったりしますので、ぜひねやりたい方は登録してみてください。そして僕のね1万円企画にも参加したいなという方はツイッターのフォローと、そちらをダウンロードしていただいて、個人情報とかもありますけども僕には分かりませんので、例えば僕が今聞いてるあなたに、当選しましたっていう通知がいったとしてもですね、僕からお金を渡すのに口座番号をがバレるとか、フルネームがわかるとかですね、そういったことはありません。そのクッションをするためのこの、キフタウンというねアプリが機能しておりますので、手軽にねできると思うので、ぜひね、皆さんお金は一切使いませんので、はい、やってみて得なんじゃないかなと思います。はい、ということで、今日の動画がね良かったと思う人は、チャンネル登録といいねボタン、そして通知ボタンの方もよろしくお願いします。はい、で僕が使っている取引所はビットバンクとコインチェックになります。この2つはですね僕がねほとんどの取引所、国内のね取引所を使った中でこの2つがいいというふうに、お勧めしております。何がいいかというと、動画の方にね概要欄に貼っておりますので、そちらの方を見てください。でポルカドットに関してちょっとねもうちょっと知りたいなという方はですねポルカドットだけの動画を出しておりますので概要欄にありますのでぜひ見てください。はい、ということで、今日の相場分析はこの辺で終わりたいと思います。おつ
はい、どうも、ナライです。今日も相場分析やっていきたいと思います。今日はビットコイン、リップル、イーサリアム、OMG コイン、リンクをやっていきたいと思います。昨日はですね、動画をお休みしておりましたと。で、今日になってちょっと、反発してきているというところで、まあ結構いろんな記事でも言われております。ただ、まあ重要なラインもまだ抜けきれてないとかいうね、意見もあったり、まあいろいろ憶測はありますけども、まあその中記事をね、ちょっと気になる記事が2つありましたので、それを取り上げてから相場分析に入ります。まずはですね、ビットフライのニュースで、なんとダウンタウンの松本人志、が主演の CM、ビットフライヤー、が、出したということで、暗号資産取引所に運営する株式会社ビットフライの共同設立者である、加納雄三氏は、22日、同社のテレビ CM キャラクターにお笑いコンビダウンタウンの松本人志が就任したことを発表した。23日から全国で放映開始ということで、こういう感じでね、はい、書かれております。ビットフライヤーが CM に芸能人を起用するのはこれが初めてではなく、2020年6月には女性アイドルグループ、ヨギザカ48の斉藤アス、アス、あ、ん?ひし、ん?あ、斉藤、これなんていうんですかね?わからん。出演する CM が、放映されたということで、まあ話題になったということですね。うん。で、松本人志は僕知らなかったんですけど、仮想通貨を保有しているらしいですね。はい。ということで、まあ、日本ではね、もう国民的、ものすごく人気のある、このダウンタウンなんですけども、まあ、こういった人が、こういうね、CM に出るっていうことは、まあ、その、仮想通貨自体のね、促進にもつながると思います。はい。で、まあ、僕がいつもですね、ビットフライヤーは、まあ、僕ね、紹介するのであれば、3番目にいい、取引所として、その国内の取引所としてはですね、3番目にいいと思っております。はい。まあ、一番はやはり僕はビットバンクですね。で、二つ目が、コインチェック。そしてビットフライヤーかなと思っていて、まあ、ビットフライヤーとコインチェックがちょっといいぐらいのところかなというふうに思っていて、まあ、でもその三つというよりは、ま、僕は二つに絞っていつもね、概要欄で紹介させてもらってるんですけども、まあ、その、感じの、まあ、結構、いい方ですね。取引所としては僕は結構おすすめできる取引所だというふうに思っております。はい。じゃあ引き続き、今度はコインテレグラフジャパンの記事で、321BTC を保有する、まあ、島民ですね、休眠し、ビットコインウォレット、8年ぶりに、再稼働ということで、数百万ドル相当のビットコインが入ったビットコインウォレットが、休眠状態から出した。人生を変えるほどのお金と言われるのを持ちながら、ある理由からこのウォレットは何年も取引されていなかった。このウォレットはビットコイン考案者のサトシ・ナカモトが失踪してから数年後の、2013年から使用されていなかった。ウォレットには現在1500万ドル相当の BTC が入っており、このアカウントを誰が所有しているのか、なぜ21日に、再稼働させたのかは不明だ。ウォレットに 321BTC がある。この、2013年からの8年後、その価値は、6594ドルから、151万3046ドルという驚異的な額まで増加したと。ウォレットの、資金は2300倍も値上がりしたのです。やばいね。ビットコインコミュニティはこのウォレットを誰が所有しているのか、なぜ休眠状態から抜け出したばかりなのか、といった憶測で湧き返っている。中には市場を揺るがすような動きをしようとしているクジラではないかと、いう考え方もあると、言われております。まあ、これすごいですね。まあ、サトシ・ナカモトっていうのは、このビットコインを作った人と言われているんですけども、未だにですね、その人が、どういった人であって、どこの誰なのかっていうのは、まあ、一切不明になってるんですね。で、
まあ、その人は今のところ、まあ、失踪していなくなったと。いなくなったというか、まあ、出てこないわけですね、この場には。で、そんな中、その3年後に、この300、いくらですかね、321BTC、321個持ってるんですよ、ビットコインを。を持ってるらしいんですが、それが、まあ、ものすごい額になってるんだけども、8年間一切手をつけていなかったと。それが、今ようやくですね、少し稼働したというふうに言われてるわけですね。まあ、これをどう見るかなんですね。うん、これを売るために、そうしているのか、なぜそういうふうになってきているのかっていうところが今ものすごく見られていて、まあ、もしかしたら売りに入るかもしれないというね、懸念材料もあったりとかですね。まあ、いろんなことがあるかもしれないですけどね。うん。まあ、僕だったらものすごく、ちょっと反発したタイミングで、半分ぐらい売って、もっとね、元気のいいアルトコインに入れようかなっていうふうに考えると思います。8年間よく頑張って、上がってきたなっていうところですね。はい。まあそういう感じで、個人的には。はい。という感じです。はい。それでは、バンスですね。はい。今のところ、124万1785ETH の、バンスです。日本円にしますと、5711億ですね。はい。ですので、まあ、5500億を、超えてきたということになっております。ですので、まあ、もういよいよですよね。もう今年、もう、あとわずかになってきましたので、まあ、あと3ヶ月ぐらいですかね。3ヶ月もしたらですね、どちらかというと、供給量よりも、バーンス、償却の方が少しずつ増えてきて、どんどん、価格が上がりやすくなってくるというような形にはなってくるというふうに思います。はい。じゃあ、相場分析やっていきたいと思います。まずは週足の、ビットコインからです。一応今よく言われているのは、この520万円で即打ちしたのではないかというふうに言われていて、で、今週に入ってからは陽線ですよね。はい。ですので、まあ陽線、陰線、陽線って続いてきて、来週がどうなるのかというところが、まあ見どころだと。ここから反発の、タイミングになるのか。ということになっております。まあ、ちょうどですね、クリスマスも終わって、年末まで少し時間があるというところで、一旦反発ポーンと来る可能性はね、十分あり得るんじゃないかなというふうに僕はね、個人的に思っているんですが、一応フィボナッチ的にどの辺ぐらいまで上がるのかというのは見ていきたいというふうに思います。はい。フィボナッチ的にはですね、一応ここの最高値を更新してからの動きっていうところで見ていきたいんですけども、最高値ですね。最高値がだいたい778万円なんですけども、まあ、ちょっと上の方にね、抵抗体あるんですね。ここはちょうど800万のとこなんですね。はい。ですので、まずはこの800万のとこで持ち合うっていうところ。そして、ここを抜けたらですね、ちょっと、イケイケ相場が少し来るということで、875万ぐらいですね。875万っていうところが次の抵抗体っていうふうに思っておけばいいと思います。で、さらにそこを抜いてくるというふうになると、いよいよですね、975万、はい、975万っていうところが次のレジスタンスの目安にはなってくるのかなというふうに思いますので、まあ、一応これはね、一つの指標として見といていいかなと思います。はい。要はここですね、底打ちしてからトップを作って、調整してからのどれぐらいかっていうところですので。はい。で、細かく見ていきますけど、おっと、これは見にくいね。はい。一応ですね、この短期的なこの下降トレンドを抜いてきたんですね。こういうね、ディセトラの形があったんですけども、まあ、ここをしっかりここで抜いてきた、大きく反発してきた。まあ、もちろんこのね、ダブルボトムですね。このダブルボトムを描いて、ネックラインを抜いてからの、こうやってね、大きく上げてきているっていうところですね。で、今、一瞬、まあ、この短期的に今、間近のところを見てみると、少し調整に入ってきているとも見えるという形です。
今この下降ラインがありますので、ここでサポートですね。サポートされるような展開で、横軸で見た時のこのダブルボトムのネックライン。ここでサポートされるようであれば、また次を目指していけると思いますので、まあ一応ですね、今、トレードに入るというよりは、一旦下がってきてですね、このサポートですね、しっかり底固めして、押し目作ったところで入っていくならいいというふうに僕は思っております。まあもちろんここからまた上げる可能性もあるんですけど、まあ一旦ここのね、565番のここですね、ここで作ったトップのラインっていうところは結構意識されてると思いますので、この辺のラインでもありますので、この辺の上値を聞いてて、うん。まあ、ストンと上げるというよりはですね、結構ここから上げてきましたので、518万から、562万まで上げてきましたので、まあ、それ相当の、まあ、一旦はね、調整が入ってから、また上がるなら、そこから上がっていくというふうに思いますので、まあ、その辺はよく見て、いただいて、から始めた方がいいかなというふうに思います。はい。じゃあ続きまして、リップルですね。はい。リップルがね、結構ね、ボーンと、いい感じのね、上げを見せてきているという形になっております。で、リップルは、まあ、この三角持ち合いですね。長く続く。この三角持ち合いを形成してるんですが、まあ、しっかりですね、しっかり、このダブルボトムですね。このダブルボトムの、ここのネックラインを今抜けてきこれた。106円。まあ僕はここを抜けたら、いよいよちょっと一旦ね、一旦上がると思いますよと言っておりました。で、おととい、3日ぐらい前の動画から僕はね、結構強気の動き来てるよというふうに言っておりました。まあ、僕の動画を見てる方はですね、まあ、そこの話は聞いてたと思うんですが、一応この、ダブルボトムの、このね、ダブルボトムのネックラインですね、ここが今度サポートに変わるようなね、展開が来ると思います。ちょっと綺麗に引くとこの辺になってるんですけど、はい。ですので、乗り遅れた方はですね、一旦ここで底打ちした、こうやってね、底打ちして押し目を作って、これ以上落ちないというふうな、値動きを確認できたら、まあ今買っていくというふうにしていいと思いますし、まあこっから結構上げてきましたので、一旦ですね、まあここ底打ち、106円ぐらいを前後して、ここ下抜けるか、保つかっていうね、その辺の勝負は、まああると思います。RSI 的に見てもですね、4時間足レベルで、売られすぎ、買われすぎですね、ラインまで一旦到達しましたので、まあ今陰線2つ続いて、ここでね、まあこの108円のここで今2回食いとどまってるんですよ。ここのラインでね。ここで2回今底値を試して、ここ2回。なってるんですね。で、僕、ここで、これ、もうちょっと行くと思ってて、ですので、まあ、この106円ぐらい。だから2円幅ありますけども、それぐらいまでちょっと待ってみてもいいかなというふうに思います。はい。で、これがぐとですね、陽線に変わって、ここの直近の最高値である111円のラインまでね、持ち上がってくるような展開があるのであれば、そこ抜けてからですね、買っていきたいところなんですけども、まあ、抜けて買うよりは、底値で買うというのが、まあ、基本ですので、もうちょっと待って、ググッと落ちてきてから買っていった方がいいかなというふうに思います。はい。まあ、ちょっと持ち合う可能性もありますね。ここまで上がってきたので。あと、クリスマス入りますので、まあ、ちょっと値動きには、軟調になってくるかもしれないというふうに思っております。まあ、ただ、いい感じに今上がってきたというふうに思います。はい。そんな感じです。ああ、フィボナッチ的には、これも見ときましょう。ですね。ちょっと待ってね。あ、週足に変えますね。週足の方が見やすいですかね。はい。一応ですね。まあ、一応この大きな三角持ち合いを抜けたら、175円ですね。175円まで。このラインまでは全然あり得る。ただその前に試練としてはこの辺のね、ダブルトップのこの2トップの
上値が重くしている場所っていうのもあると思います。ですので、まあ、この三角持ち合いを抜けた後、このダブルトップの、ここですね、の横軸のラインを抜けてもらうと。たら、ま、175円ぐらいまでは一旦ね、上げるということですね。はい。で、考えといていいと思います。で、今強いね、陽線、つけてきておりますので、まあ、リップルに関しては完全なる、今、反発シーンですよね。週足で見ても、完全にこう反発の感じになってきているということで、まあ結構強いね、上げだと思います。で、今日は記事取り上げませんでしたけども、リップルもですね、メタバース関係銘柄っていうか、まあそういう仮想世界に、リップルを持ってたらですね、その持ってる量に対して、なんか建物の、このデカさが違ったりとかですね、なんかそういった世界観が仮想空間であるみたいですので、まあそういったのも加味すると、まあ結構ね、買われていく可能性っていうのは、まあ十分あるのかな、というふうには思っております。はい。それでは続きまして、イーサリアムですね。はい。はい。イーサリアムは、一応ですね、まあ、この上昇トレンド上にはいるんですね。そして、まあ、上昇トレンド上にはいるんですが、ちょっと待ってね。はい。ようやく今週になって陽線になってきた。で、これがもうちょっとグググと上がって、47万円付近をもうちょっと上抜けるとですね、一旦跳ねて、下手したらですね、46万ぐらいまで、一旦行くのかなと。あ、46万じゃない。すいません。53万4千円ぐらいですね。この三角持ち合いの上限ぐらいまでは目指していくんじゃなかろうかというふうに思っております。ここですね。ただし、まあ、今週はもうちょっとで、終わりますので、まあ、あと何日間かで、陽線で終わって、次のターンで、一旦上限タッチぐらいまで行く可能性はあると。そして、先ほども言ったように、このフィボナッチですね。この三角持ち合いを上抜けしたらですね、一旦は、最高値更新するのであれば、57万な、8000円付近。そして、さらにその上の62万1000円というふうにですね、段階的にはそこ付近がレジスタンスのポイントにはなってくると。こことここですね。というふうに思います。はい。ですので、まあ、今のところはこの下降ラインを、描いている。そして、陰線。まあ、ここのね、先週の部分がちょっと気になるところなんですけど、先週の部分っていうのは、まあ、ビットコイン、リップルはこう陽線で終わってて、イーサリアムだけ陰線になってたんですね。まあ、そこはちょっと懸念材料だったんですけども、まあ、しっかり陽線に今週なってこれたということで、まあ、ちょっと、少し遅れながら、反発の兆しは見せてきているというふうに思っていいと思います。で、一旦はこの上昇トレンドを下抜けない限りはですね、上に上がっていけるというふうに思いますので、今から買いっていうのは結構お勧めしております。まあ、ちょっと価格の幅はね、少しあるとは思うんですけども、まあ、今買ってもですね、落ちてきたとしても、この43万7千円のこの上昇トレンドですね、タッチぐらいまでは、また買い支えられる可能性あります。で、そこ以上、下抜けた場合は損切りするというふうに考えると、まあ、どちらかというと今から上げていきやすいと思いますので、まあ、今から買いを入れていくというのは結構おすすめかなというふうに思っております。細かく見ますと、はい。細かく見てもですね、一旦はここのね、ダブルボトムですね。このダブルボトムを、上抜けしたんですね、ここね。上抜けして今サポートに変わってるわけです。あ、ちょっと線がね。このね、ダブルボトムを上抜けして、まあ、ここさ、こう、抜けてからこうサポートに今変わってるような展開で、もうちょっと様子見してもいいんですけどね。もうちょっと様子見してしっかりここで買い支えられるような展開を作って、ここで買っていくっていうのはまあありかなというふうに思っております。もちろんここ下抜けたら一旦ね、逃げるっていう手も、すぐできるのであれば、まあその辺は結構、おすすめするこう形かなというふうに思います。で、深めの調整までね、許容するのであれば、もう一個下の、45万円ぐらいまでですね、あります。はい。まあ、10万、1万円幅ぐらいか。で、まだまだ、許容できるっていうなると、
この上昇トレンド上タッチまで許容できるというふうになりますが、ただそうなってくると、まあ、一旦売り叩いて、下でまた買い直した方がね、いいんですね。はい。回転した方がいいってなりますので、まあ、僕がお勧めするのは、今買うのであれば、まあ、その資金の量とかどこまで許容できるかにももちろんよるんですが、まあ、この45万、のラインですね。45万1000円のラインっていうところで、まあ、一旦区切り、損切りのラインを作る。そして、今お締めをもうちょっと作っていくタイミングだったら買っていくっていう風にすればいいかなという風に思っております。まあ、上値のね、重い場所っていうのは横軸で見たら、まあ、結構あるんですが、まあ、例えばこの46万7千円ですね。ここは結構1回、2回、3回で、ここ試されている場所ですし、もうちょっと上の47万4千円のこのラインとかですね。はい。はい。細かいところを見ていけば結構あるんですよ。うん。ですので、まあ、上値も重いし、底値も固められるっていうところで、で、あとクリスマス前っていうところもありますので、まあまあまあ、うん。買っていくのであればそういう戦力になるんですが、まあ、ファンダというかね、イベントごとを加味して考えると、まあ、絶対に今買わなくちゃいけない場面ではないというふうに思います。はい。乗り遅れたら困るよ、早く買わなくちゃいけないよ、みたいな、そんなね、切羽詰まったら、今、相場ではないので、まあ、むしろ、クリスマスとかが落ち着いてきた後のアクションを見て、買っていくっていう手も全然ありだというふうに思います。ただこの下降ライン、先ほど言った通り、こういうね、こっから引ける下降ラインを上抜けして、今サポートに変わってるっていう点を考えたら、まあ、結構押し目を作っていて、いい感じのね、相場にはなってきたというふうに思います。はい。じゃあ続きまして、OMG ですね。はい。OMG もですね、まあ、ボラティリティはこうやって見たら、まあ、ほぼほぼないような状態なんですけれども、まあ、細かく見たときに、これ三角持ち合いがあったんですが、はい。一回下抜けて戻してきたという経緯があって、戻してからですね、まあ、これよくあるパターンです。結構意識されてるこういう指標があるところを一旦ストンと抜けた後に、ボーンと逆反転するみたいな、そういうのって結構あるんですが、まあ、これダブルボトムも描いておりますし、ネックラインをこう抜けてからですね、上がってきているっていう点も考えたら、この下降ラインも上抜けしてるんですね。で、今の見どころっていうのは、一応これ横軸で見た時もちょっとサポートされているような、ここで作ったね、ネックラインがこうあります。で、この、これは邪魔です。はい。この下降ライン、こういう下降ライン、そして横軸で見た時のこのラインですね。はい。このライン。うん。まあ、どっちもこうサポートされているような、抜けてからのサポート。うん。これを見ることができるので、ここをですね、しっかりまあ、買い支えられるような押し目を作っている展開だと、また上を目指しやすくなるというふうになります。僕はね、個人的には今ここは買ってもいい場所であって、うん、買ってもいいというふうに思っております。まあ、結構このね、日本軸で支えられる可能性高いなと思いますし、一応ダブルボトムですので。うん。ただ、上値も、次のネックラインっていうのは、756円ぐらいなんですね。はい。今度は、ちょっと大きく見たときに、こういうね、ダブルボトムを描いてるんですよ。こういう大きな。で、このネックラインっていうのが、756円ですので、ここを上抜けすると、まあ、結構跳ねるというふうに思っておいてください。ちょっと遠目に見ても結構な上げになりますので、まあ、こんだけね、ボラティリティが小さかったのに、結構な上げを見せてきたというふうになれば、まあ、結構跳ねてくるというふうになると思います。そうなってくると、まあ、一番ね、抜けてほしいところは、やっぱりこの840円付近かな、のとこです。ここの手付けたトップですね。まあここでつけたトップを抜いてくるってなると、まあこれね、チャートで見ても明らかにもうこの反発の兆しっていうのが見て取れるというふうに思いますので。まあですので、ちょっと落書きが見づらいですけど、まあ今のところは、とにかく、直近ではこのダブルボトムの
ネックラインで買い支えられるかというところが一つ。で、こういう下降ラインがありますので、こういう下降ラインがありますので、こういう下降ラインで買い支えられるのかっていう、このね、ダブルのサポートラインで買い、しっかりとね、押し目を作ってくれるのであれば、買っていっていいというふうに思います。はい。はい、じゃあ続きまして、リンクですね。はい。リンクはアセトラの形をこうやって形成していると。で、上値を重くしているところが、2324円のこのラインですね。はい。ただし、まあ、一応三角持ち合いだったところを上抜けしてきたんですけども、まあ、横ですよね。どちらかというと。ちょっと、ボラティリティはまあまあ大きめの横ですね。はい。で、今見えるところは、一旦はこういうね、ダブルトップを懸念されていたんですが、ダブルトップですね、こういう。ダブルトップを懸念されていたんですが、しっかり、否定してきたと。ダブルトップの、ここのネックラインを割ってきたら、ストンと行くんですが、ここはしっかりと買い支えられた。じゃあ次目線として、見ていくのは、この逆にダブルボトムですね。このダブルボトム。ですが、ここのネックラインも重くしていると、2324円のこのラインもですね、ここが重くしていて、今ちょっと下の方ではあるんですが、ちょっと陰線に変わってきているっていう点を考えると、まあ、なかなか上値を重くしていると、ダブルボトムを完成させてくれないというふうになっていると思います。で、次の懸念材料としてはですね、まあ、これなんですよね。やはり、この3ゾーンなんですね。こういう三尊天井を描いて、下落するんじゃないかという点です。そうなってくると、ネックラインが、やはりこの2029円とか30円ぐらい、この辺を下回ってくると、まあ、ちょっと一旦ポンと落ちて、1900円ぐらいですね。ここの底打ちした、この1900円ぐらいのラインを目指す可能性があるので、これはま、一つの懸念材料っていうところですよね。はい。で、で、ここですね、ダブルボトムを否定からの三尊天井。ただし、今度、これがですね、2050円付近で買い支えられる。ここまで落ちても、買い支えられるようであれば、またさらにダブルボトムですね。はい。まあ、これが続いていくわけですけど、ダブルボトムを完成させるかを試していくということです。はい。まあ、そうなってくるので、まあ、とりあえずはですね、今は高値掴みになってしまいます。はい。まあ、今の話を聞いてたらわかる通り、まあ、高値掴みですよね。どう考えてもこういうね。まあ、ちょっと、弱い下降ラインがあって、そこのちょうどね、頂点ついてから今、じわ下げしておりますので、高値掴みするのは良くないと。買っていくのであれば、しっかり押し目を作って、落ちてきて押し目を作っている、底固めされたなっていうふうに分かって買っていくか、一旦抜けて、サポートに最近はね、こう変わるっていうような、上げるんだけども、一旦落ちてからの、この下降ラインにサポートされるみたいなね。そういう展開も結構ありますので、そういったところで押し目を作っていく。押し目で買う理由としては、損切りラインを、明確にするため。はい。なんで、押し目で買うのかっていう、まあみんなね、まあそれは分かってる人は分かってると思うんですが、押し目を作ったところで買ったらですね、まあ底固めされているので、それより下がりにくいっていうのとか一つと、そこで下がりにくくなっていることによって、その下がりにくいところを割ってきたら損切りをするよ、みたいな、そういうね、明確な損切りラインっていうのを構築できる。で、それは狭い範囲で判断するのか、中期的な範囲で判断するのか、長期的な範囲で判断するのかによっては、もちろん変わってくるんですけども、まあ、そこは自分のトレードをどれぐらいのスパンでやるかっていうところで考えればいいので、まあ、その辺はね、自分の、あり方、自分のやり方っていうところで判断してください。はい。という感じですね。ですので、ですね、まあ、もう、クリスマス、なりますので、
まあ、ちょっと値動きとしてはですね、まあ、この下降ラインを上抜けするというよりは、ちょっと一旦下を見るか横横するみたいなね、まあ、他の通貨もそうですけども、一旦軟調な動きを見せる可能性はあると思います。ただし、チャートの値動きとしては、まあ、悪くない動きが、まあ、各通貨、まあまあいい感じかなというふうに思っておりますので、まあ、ぜひね、まあ、今後のチャートを追っていきたいところだというふうに思います。はい。ということで、今日はですね、この辺で、終わりたいと思います。今日の動画が良かったと思う人は、チャンネル登録といいねボタン、通知ボタン、そしてツイッターのフォローをよろしくお願いします。あと僕ですね、1万円プレゼント企画をやっております。ツイッターのフォローとですね、寄付タウンというね、アプリ取っておいてください。もし取っていただけたらですね、そこで、寄付をする、ことができますので、まあ、ランダムで、完全ランダムですので、僕が選ぶわけじゃありません。この寄付タウンというシステムが選んでくれるシステムのですので、まあ、みんな平等な形で選ばれるっていうふうになりますので、まあ、ぜひね、1万円企画参加したい方は、入ってみてください。はい、ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、おつー。